ジョニー・ウィルキンソン、ジョニー・ウィルキンソン、本名ジョナサン・ピーター・ウィルキンソン、CBE、1979年5月25日隊は、イングランドの元ラグビー選手、元イングランド代表のスタンドオフ、フライハーフ、サリー州、フリムリー出身、身長178センチメートル、体重89キログラム、2014年5月31日の、試合を最後に引退。 歴代最多のワールドカップ通算277得点、1トライ、28コンバージョン、58ペナルティゴール、14ドロップゴールを記録するなど、2000年代のラグビー界を代表するスター選手だった。クラブでも活躍し、所属チームの RC トゥーロンをフランスチャンピオンに導いた。少年時代からラグビーのイングランド代表になることを夢見ており、 ラグビーのみならず、テニス、クリケット、バスケットボールなど多くのスポーツに親しむ。学業にも優れ、高校卒業後は、ダラム大学に進学した。しかし、入ッするファールコンズへの入団が決まったため、1997年に退学した。1998年4月4日、18歳でイングランド代表デビュー。翌1999年には、 ラグビーワールドカップに出場。2000年のシックスネーションズでは主力としてプレーし、同年と2001年のイングランドの連覇に貢献した。2003年のワールドカップでは大会を通じて大車輪の活躍を見せた。準決勝のフランス戦では自身のキックだけで23点を記録し、28対17での勝利の立役者となる。オーストラリアとの対戦となった決勝では、 延長残り30秒から、ドロップゴールを決め、チームを優勝に導いた。この大会では、ドロップゴールや、ペナルティゴールなどキックのみで113点を焚き出し、トライを取らずに得点王に輝いた。また、イングランドの得点の8割が、ウィルキンソンのキックから生まれたものであった。2004年には代表での活躍により、大英帝国勲章を授けられ、ローレンス・ダラーリオに変わる。 代表の新キャプテンに指名された。しかし、肩、腕、膝など相次ぐ故障に苦しみ、試合から遠ざかる。2005年には、ブリティッシュアイリッシュライオンズのニュージーランド遠征に参加した。また、ニューカッスルの一員として来日したが、怪我のため欠場した。2006年のシックスネーションズでは、前後試合に出場したが、彼のコンディションについては、会議的な声も寄せられ。 2007年のシックスネーションズにおける、スコットランド代表戦では27点を記録、内訳は1トライ、2ゴール、5ペナルティゴール、1ドロップゴールし、42対20での勝利に貢献し、復活を印象づける。続く、イタリア戦では15点を挙げ、シックスネーションズでの通算得点を歴代最多となる421点に伸ばした。 直前まで怪我に苦しみながらも、同年のワールドカップでも代表入り。最初の2試合こそ欠場したが、オーストラリアとの準々決勝では、チームの総得点となる12点を挙げ、試合に勝利すると同時に、通算231点で、ワールドカップの最多得点記録保持者となった。準決勝のフランス戦では追い詰められた状況から40メートルのドロップゴールを沈め、 14対9での勝利を演出。南アフリカとの決勝戦には敗れたが、その活躍は不振のイングランドを蘇生させたと、称えられた。2008年、シックスネーションズにおけるイタリア代表戦で、代表通算1得点を達成した。しかし、同年9月に怪我で所属チームを離脱し、シーズンを終えた。2009年、フランスの RC ・トゥーロンと2年契約を結び、 12年間に渡って在籍した入ッするファルコンズを離れた。2011年12月、自身のウェブサイトで国際試合からの引退を発表した。2014年5月31日の引退試合は、フランスのトップ14決勝戦だった。RC ・トゥーロンは前年の決勝戦では苦敗を舐めさせられたカストル・コストラ・オランピクを18から10で下したが、 キャプテンのウィルキンソンは15ポイントを得点するなど大活躍し、試合後、サンドニの競技場にはファンによるイギリス国家の歌声が流れた。外国の国家を歌うというのは異例だが、サージョニー・ウィルキンソンに親愛と敬意を表してのことだった。なお、R.C. トゥーロンはすでに5月24日にカディフを23から6で下し欧州杯、ハイネケンカップに連覇を決めている。 左利きながら両足とも、正確無比のキックの技術を誇る。プレースキックを蹴る前には、両手を組み精神集中を図ることが多い。キックが注目されがちであるが、激しいタックルも持ち味である。甘いマスクで、イギリスでは、ベッカムと並んで人気のあるスポーツ選手であり、通称、ラグビー界のベッカム。本家ベッカムとは、アディダスの CM で共演し、 サッカーボールでのフリーキックやラグビーボールでの華麗なリフティングを披露している。2013年10月28日にトゥーロン近郊のバンドル市役所において8年来同棲していたシェリー・ジェンキンスと結婚した。式はごく内輪のものだった。2015年ラグビーワールドカップイングランド大会の開会式で披露された1823年ラグビー校での ラグビーフットボール発祥の故辞を再現したショートフィルムにラグビー校の庭師役としてヘンリー王子と共に亀を出演した。ボールを抱えて失踪する少年を見て彼は何をしているんだと庭師ヘンリーに言葉をかけた庭師ヘンリーは気にするなよにあんなもの、後にラグビーフットボールと呼ばれるもの、絶対に流行らんと応じた。兄のも 入ッするファルコンズでプレーしたラグビー選手である。練習量が非常に多く、練習の重要性も非常に理解していることでも知られているが、サンドイッチを頬張りながらキックの練習をしていることがあるなど真摯とは言えない一面もあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。